はい、どうも、石健です。今日は中国南シナ海を実効支配へというニュースについてやっていきたいと思うんですけど、そもそも、まあ、南シナ海って何なの、どういうとこなのというところと、そして、まあ、このニュース何なのというところと、まあ、最後簡単にですけど、個人的なこの見解について、このニュースの見解についてお伝えしていこうかなというふうに思います。はい、ということで、まず早速やっていこうと思うんですけど、南シナ海、こちらの、地図を見ていただければわかる通りですね、中国、台湾、フィリピン、それからインドネシア、シンガポール、こういった国々に挟まれた、囲まれた、まあ、海、そしてそこに浮かぶ島々の、ことを、南シナ海の、地域というふうに言います。でですね、ここはですね、世界有数のシーレーン、いわゆる通商航路といって、まあ、貿易のために船がこう行き交うようなシーレーンというふうに言われているほか、地下にですね、天然資源が多く埋まっているということで、世界的にも注目の高い地域に、エリアになります。で、特にですね、中国とそれ以外の東南アジアの国々の間で、領土問題が数多く発生していることでも知られています。日本も中国とは尖閣諸島をめぐって領土問題を抱えていますが、中国はそれ以外にもですね、数多くの国と国境を接しているので、それぞれに、領土問題があるというふうに言えます。で、特にこの南シナ海に関しては、中国がですね、非常に重要な革新的利益というふうに、中国の安全保障、それから経済的な利益にとっても非常に重要な場所だということを位置づけているため、まあ、この辺り全域をですね、中国の領土だというふうに主張することが各国との摩擦を生んでいるというふうな前提になります。で、今回ですね、一体何が起きたかというと、こちらある通り、南シナ海の島々に対して新たな行政区を中国が設置したよということが問題視されています。具体的には政策、そして南策という、まあ、行政区を設置することで、ここは正式に中国が管理する島です、中国が管理するエリアですという姿勢を見せたわけですね。で、ここに対して多くの地域が反対しているんですけれども、中でもこのエリアが特にベトナムと、ベトナムがまあ領有権を主張している場所だということで、ベトナムが猛反発をしているというふうになります。で、今回特に間が悪かったのが、新型コロナの混乱に乗じて中国がこうした南シナ海への強硬な姿勢を見せたということになります。まあ、特にですね、中国は武漢をはじめとして各国で、まあ、各地域で新型コロナのまあ抑え込みに成功しているという姿勢を表に出しています。で、一方で東南アジアの国々はまさに今、抑え込み封じ込めに積極的に、力を注いでいるわけですね。で、こうした中で各国が混乱する中で、中国が一方で領土問題を出してきた、そして具体的な行動を起こしてきたということで、まあ、これはあまりにもひどいんじゃないかということが、各国から指摘されている。他にもですね、アメリカなんかも、こうした新型コロナの混乱に乗じて弱みにつけ込んでこうした行為をすることは当然許されるものではないということを発表するなど、国際社会から非難を浴びているというふうになります。特に中国は今までも人口の島だったりとか、既存の島に対して軍事施設を建設するなど、数多くの南シナ海での軍事行動というのを展開してきました。で、近年特にそれが強まってきた中でですね、新型コロナによって、一旦それが収まっていったという状況だったんですけれども、自国の混乱がですね、一定度、目処がついたということで、再びですね、軍事行動、恣意行動に打って出たというふうに理解されるものかというふうに思っています。はい、ということでですね、じゃあ今回のニュースどういうふうに見ればいいかというところなんですけれども、基本的には中国が今までやってきたこの南シナ海への実効支配の枠組みに乗っ取って理解されるものかなというふうに思います。特にですね、今回その新型コロナの時期というところが非常に注目はされていますけれども、2019年を考えてみると、ずっとその中国とアメリカが国際的な対立を強くしていたと。特にファーウェイ、あるいは 5G をめぐって両国の対立緊張関係というのは高まってきたわけですね。まあ、こうした中で、新型コロナをめぐって一旦ですね、国際協調、あるいは、国際的に中国が、ヨーロッパに支援をする、新型コロナによって、をめぐって支援をするみたいな動きを見せていましたけれども、基本的には我々というのは2019年からその米中対立、米中貿易戦争、こういったものがあったことを再び思い起こす、今回ニュースだったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、この問題は今後ですね、よりエスカレーションしていくのか、それとも中国一旦この行政区を置いたということで、この問題、その各国の出方を伺うために静観していくのかというところは、現時点ではまだわからないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こうしたコロナの影に隠れてですね、再び米中対立、あるいは中国とその近隣諸国の対立なんかが再び注目すべき
話題になってくるんじゃないかなということなので、このチャンネルでは継続的に追っていきたいなというふうに思っています。はい、ということで今日は以上になるんですけれども、面白かった参考になっている方はぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。